ポイントが入った感じ。マクレガーのパンチを見切ったのか、4ラウンドからメイウェザーが手を出し始め、4ラウンド以降はメイのポイントか。完全にスタミナの切れたマクレガー、9回にダウン寸前まで行き、10回にメイが連打をしたところでレフリーが止めに入った。ダウンもしていないので若干止めるタイミングは早いと思うが、マクレガーはスタミナ切れで防戦一方だったので。